フェロー諸島で2003年に発行された郵便切手に描かれた武装した姿のスクルドと板に文字を刻む二人のノルニル。アンカーエリ・ペーター戦による。スクルドは北欧神話に登場する運命の女神、ノルンたちの一柱で三姉妹の三女。その名前は税、債務、義務、または未来を意味する。こエッの巫女の予言によれば三姉妹は ユグドラシルの根元の海から現れたという。一般的にスクルドは未来を司ると解釈される。スクルドという名はワルキューレの一柱にも見られる。巫女の予言ではヘリアンすなわちオーディンの娘であるワルキューレたちが盾を持ったスクルドを先頭にして天を飛んでいく様子が描写される。また、スナウリの言った第一部ギュルビタブラカシ第36章では、 運命の女神で一番年下のスクルドが、ワルキューレのグズ、ロタと共に戦場に現れては、戦いの決着に関与し、戦死者を選び取っているとされている。ただし、ノルンとしてのスクルドとワルキューレとしてのスクルドが、同一神格であるかについては、議論が分かれている。シーグルズルノルダルは、ワルキューレとしてのスクルドが、より古くから知られていたと考えている。デンマークの差が、 フロール・ブクラキの佐賀では、スコーネの王女、スクルドとして登場する。彼女は、エルフとの根結である魔女。12人のベルセルクを配下に持つデンマークの、伝説的なオフロール・ブクラキのイボ兄弟。英雄オフロール・ブクラキを破滅へ誘った、超本人であり、自らの持つ強力な魔術と軍勢で王とその配下を、葬り去った。ありがとうございます。